エキスポ吹奏楽団です。ステージの下の空間、これをアリーナと言いますが、アリーナの上で画面向かって右から地元茨城県内の高校の吹奏楽団母校の連合チームが演奏しながら入場してまいりました。その数219人。曲名は服部克久さんがこの日のために作曲したエキスポ85マーチであります。そしてステージ中央の大きな画面には資源関西衛星のランドサットから送られてきた画像が映し出されています。これは関東地方の画像でしょうか。この画面のすぐ下、ステージ奥の高校生たちはエクスポ合唱団、これも茨城県内のいくつかの学校の3人の合唱隊なんですね。これは県下の6校ですね。でご覧のように全員女性なんです。そしてその手前、ステージほぼ中央に NHK 交響楽団の皆さん方です。この吹奏楽団ですけれども、ドリル練習といって、こういうふうにドリルって歩く、演奏しながら歩くことですね。これは全校やっていたわけではなくて、5校あるうちの3校については初めて、全く初めてということで、まず歩くことから練習を始めたということで、とても決まってますね。今年は雪が少なかったので、比較的外の練習がしやすかったというふうに。こういうユニフォームを着て、この遠くを見ておりますと高校生とは思いませんね。そうですね、日本人の体格が良くなったってことなんじゃないですか。ちょっと遠くてますね。これはもう一人間違えると遠く向かってますね。そのための合同練習も4回やったということで、今ステージのセット、MKのメンバーが座っているセットが今舞台中央から2つに分かれました。電飾がついております。ランチが出来上がりましたね。ステージ中央に電飾の花道が出来上がりました。そして奥から、これは振袖姿の教会コンパニオン、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10、 さあ参加国旗の入場であります。参加国旗の入場です。最初はアメリカですね。この入場の順序は参加契約順となっております。United States of America. Hello. Hello.